な、どうもありがとうございます。はい、じゃあ始めましょうか。はい、お願いします。30分間、はい、ケースディスカッションやって5分間まとめる、はい、だからもう30分間自由に話していいです。で5分間まとめるとこだけ強制的にみんなでバーッとまとめよう、はいはい、うん、だから僕はあの誰が君がまず最初に始めて、はい、でみんなが話して、はい、それでみんなが意見を言っていくっていう形で僕が人を君が話したらどうかなっていう形でやりましょう、はい、あの財政というのはおそらくその他という意味だから何話してもいいと思う。その他よろしく。その他だと思うんだけどね。はいよ。はい、なんかその先ほど県庁さんからお話しいただいたその歳入を増やすのか歳出を減らすのかの話あったと思うんですけど、僕は歳入を増やした方がどちらかというと現実的なのかなと思っていて、っていうのはやっぱり高齢化でもあって、なんかそのそれこそ現状そのベーシックインカムみたいになったり地方もあるっていうことで言うと、僕は結構ベーシックインカムみたいなその制度を増やしていく方が現実的だなと思ったんですね、うん、っていうのが僕の意見です、うん、ただまあなんかそのためにどうすればいいのかっていうのはまだ現状あんまり よく分かってないので、じゃあ参考資料として話をすると、はい、参考資料としてね、僕が今日配ったグループ D の このこっちの方ですね、薄い方で、これをあの授業用でこう持ってきてるんだけど、次の2ページ目のところで横軸に、GDP に対する社会保険料と租税を足し合わせたもの、うん、そして縦軸が政府の社会保障支出という GDP に対するね。だから日本の社会保障ってそんなに大きくはなくて中くらいなんだけど、ただこの天の川からちょっとはみ出しているっていうのは負担よりはちょっといっぱい給付をしているのかなっていうような状況だから、うん、でこのところで今山内さんのお話だったら歳入を増やした方がいいかなっていうことだったら、これを少し右側に持ってきた方がいいということになるんですね。天の川に入らなきゃ、天の川からはみ出ると結構きついものがあるのかもしれないからね。それでいうと、それからなんかどういうその国として収益源があるかっていうと、結構僕はデータあるんじゃないかなと思っていて、一番やっぱりその僕ビッグデータの授業やってるんですけど、どんなにビッグデータの授業やってても国が持ってるようなデータに勝るそれこそ予診システムみたいなのって全くなくて、それこそちょっと多分合ってるかどうかわかんないですけど、デンマークだったかフィンランドだったかが国のにいくら税金を集めてるかっていうデータを結構その事業者に売ってたりして、でそれベースでその貸金を決めてたりするんですよ。そうするとある程度僕はなんかそのそういうところでの収益源みたいなのってこれからもっと重要になってくるのかなと思ったり。山内さんのご意見に何か感想はありませんか？質問とかご意見、賛同質問いろいろ。データが価値を生むっていうのは、うん、やっぱり何ですか、まあ、我々の世代からすると結構馴染みがないんですけど、やっぱりそのビッグデータというんですか、まあ、僕らにとってはこうバズワードに近いと思うんですけど、でもやっぱりその例えばこう誰がどんな属性の人がどういう行動をしたかっていうデータそのものがなんか別の人からすると非常にこう価値を持つと。それこそ例えばものすごく分かりやすい例だと、例えば Yahoo のそれこそ広告をどういうふうに誰にどうターゲティングするかみたいなところで言うと、それこそそういうのって例えば医療情報ベースで、例えば今こういうなんていうか症状を持ってる人に対してこういうクリニックが広告を出したいみたいなニーズってすごいあったりするので、そういうところをうまくマッチングしてあげると広告として価値がものすごく上がるんですね、みたいなところで使われるデータの提供を国が主体でやったりとか自治体が主体でやったりすると面白いなと。処方箋データは販売できるので、はい、薬局のですね、だからやっぱりそれもそうなんですね、こういう薬がこの地域で出てるとそういうデータを薬を作ってるメーカーとかに下ろすと需要と供給によってどの薬をどれぐらい作ればいいかとか分かったりするので、そういうところはものすごい価値があるのかなと。歳入につながる可能性があると、可能性があります、あると思います、うん、っていうのは僕らみたいな事業者がどんなに頑張っても国が持ってるデータには勝てないところが多いので、うん、そうですね。じゃあ、はい、
私なんかはもう財務省に大学卒業して入ってその後政治家になるってものすごい狭い世界でこの財政っていうのを見てきて、その反省からいくとやっぱりね、歳出を削減するか歳入を増やすか、要するに簡単に言えば税金を上げるかその社会保障を削減するかとかってそういうね考え方しちゃうんですけど、今日の落合さんのプレゼンがまさにそうだったと思うんだけど、最初はねおみこし型で担いでたものが2010年代初頭になるとその高齢者をその AI とかその技術革新で抱えて将来的にはみんながその技術革新を使って、支える側に回っていけるみたいなそういうプレゼンを落合さんされたと思うんですけど、そこの部分っていうのをなんかもうちょっと追求してもいいんじゃないのかなと個人的には思ってて、で逆に言うと私も健常さんもインナーこの財政のインナーにいる立場からすると我々ってめちゃくちゃそういうの弱いんですよ。だからその AI とかそういう技術革新系の話って我々ものすごい苦手で、でそういうものにそのどれだけ投資していくと財政的な負担を減らしていけるのかみたいなダイナミックに経済社会変えていくみたいな考え方がね我々に欠けてたから、そこをやりたいなっていうのがあって、もう一つ最後に言うとポリとテックっていうこの図があるんだけど、私なんかから言うするとこのポリとテックがねなんかセットだと思ってて、要するにテックをもっと進めていくためにポリが結構障害になってるわけですよ、さっきのデータの話にしても。で、そう、例えば我々の医療情報っていうかどういう診療を受けたのかってそのレセプトデータっていう感じでもう全部保管されてるんだけど、それがなかなか利用できなかったりとか、それはなんか業界団体が反対してるからとかってあって、だからそのテックをより使えるようにするためにポリをどうするみたい なんかそういう感じの議論なのかなと思ったり、データの活用とかってポリがないと動かないと思うんですよ。ポリというなんていうかそのなんていうのかな義務というか強制力があるからこそデータを集めることができて、それで、ビジネスをすることができるところは大いにあるのかなと思っていて、みたいなのがあるので、多分その国としてじゃないとできないとか行政としてじゃないとできないみたいな事業をこうがっつり作っていくことが結構必要なのかなと思っていて、これから歳入を増やすために今のところに来てくれると、先ほどのグラフがあるよね、先ほどのグラフの下の方を見てほしいんですけど、上の方が65歳以上を何人で支えるかっていうグラフなんだよね。でこれはおみこし型から肩車型からどんどん下がってきて、これはみんな見たことがあると思う。でなかなかそれは不幸な図なんだよね。だけど下の方は就業者1人で何人の日本人を支えているかっていう図なんだよね。でそうすると実は、ね、昔からそんなに変わんない。で変わんなくと同時にこれから先高齢者に少しもう少し働いてもらってっていうことをやっていくと、そしてダイバーシティを展開してみんなで支えていくっていう形でいくと、実はこれから先そんなに変わんない。ただそこで今までの人よりも若くない高齢者とかいろんな人たちが働いたりしていくん でそこをテックでいろいろとやってくれれば、マンパワーの数はそんなに心配しなくてもいいけど、生産性も上がっていく可能性は多分にあるよねっていう話になりますよね、と思ってね。だから普通は上の方の青いの図しかみんな見てないから、これ結構あれですか、女性がどんどん入ってきてるっていうのも一つの理由ですか。女性もそうですし、はい、だからやっぱりこの就業者一人で見ていくっていうのが今までの生活実感から見ればそんなもんですよね。でその中で生産性は上がっていく可能性はテックを使っていけばいくらでもできるよっていう話になるのかな。じゃあ次よろしいですか、どうぞ。お若い方、はい、すいません、お名前、あ、いいですか、村井さんですか。村井さんが先ほどおっしゃってその、ポリでテックを支えていかなくちゃいけないけどそれができてないみたいなことがあったと思うんですけど、自分普段は、ハシャブっていう会社をやっていて、ブロックチェーン関連の事業の支援だったりとか、まさにその今規制の話とか結構揺れてる業界の一つであるんですけど、そうですね、まさにおっしゃる通りで、もう完全にポリがテックを邪魔してるだけみたいな今状況になっていると正直思っているんですね。でそれはもちろんポリ側が、それをやりたくてやってるわけでは必ずしもないんですけど、事故があったりとかもしくは理解できてないところがあって結果としてそうなってしまうみたいなことがあって、でこれ自分今日これなんで呼ばれてるんだろうって、そのテック側からポリを批判してほしいみたいなそういうことなのかなと思ったんですけど、そういうことはよくあって今もそれがすごい自分は業界の中の人間なんですけど、結構やっぱりなんか不満みたいなのがすごいありますし、業界が変化してっていうのは、技術が
業界のなんかそういう規制だったりのせいで全然面白いことができなくなってるとか、技術でもっと新しい経済圏を作ったりとかすることでそれこそ歳入が増えるだったりとか、あとシニアとまあ若い世代のまあ格差みたいな話だと思うんですね。じゃあどうするのかっていったらそれ多分テクノロジーで解決することだと思うんですよ。若い人例えば暗号通貨、まあ、仮想通貨とかブロックチェーンとかも若い人がやっぱりこう入ってる割合の方が多いんですね。やっぱり新しいものに対するそういう感覚が高くて、まあ、入ってくるんですけど、で結局こういう規制とかが入ってしまうと彼らがやりたかったことだったりとかその若い人のポテンシャルとか歳入のポテンシャル源が、まあ、切られちゃう。結局そうすると今の構造が変わらないところがあると思っていて、まあ、そういうのを聞いてて思いましたってだけなんですけど、まあ、ポリとテックをどうじゃあやるかっていうのは言うのは簡単なんですけど現場の視点から見ててもそれなかなかうまくできてないなっていうのが正直なところで、日本は逆にあの仮想通貨とかだけじゃなくて例えば先日 Airbnb 民泊のやつですねを禁止するとか、まあ、Uber も使えないとかどちらかというと結構邪魔してるパターンの方が多いなっていうのが正直なところなんですね。でそれは結局社会全体として損失になってるだろうなっていうのが、まあ、自分個人の考えですね。テックの可能性ってどこまであるんですかね。でそこをやっぱり見分けるのは難しいじゃないですか。それは例えば前線にいる人でも見誤る時もありますし、それをやっぱりこう普段からそういうことばっかり考えているような人じゃない人たちがやっぱり見えないんですね。例えば仮想通貨にしても普通の人からすると大抵それってあのトレードの話だよねとかあの金融商品みたいな話でしょってやっぱ思うことが多いと思うんですね。ただ実際にはそういうことではなくて、まあ、プロトコルなので、まあ、いろんなタイプのサービスだったらアプリケーションが将来的に作れるだったりとか今の銀行とかの仕組みとは違う経済圏が作れる、でそこでいろんなポテンシャルがあるよっていうところが、まあ、面白いところだと思うんですね。だからよくインターネットと比較されるんですけど、まあ、インターネットが出てきた時もこんなの何も役に立たないってやっぱりもうみんな思ったと。でもやっぱりそのポテンシャルに気づいてる人もいたけどそんなに多くなかったところで、まあ、やっぱりそこを見極めるのは難しいけど、まあ、ダメな規制とかでそこのチャンスをこうむざむざやっぱりこう抑えないようにしなくちゃいけないなっていうのを、まあ、自分は今見てても感じてますし、それができないと結局優秀な人が海外に流出したりとかっていうのが結局起きるので、まあ、批判するのも言うのも簡単なんですけどなかなかやっぱ実現させるのは難しいなっていうところではありますね。何かございますか。僕はもう四六時中この議論ただ結局そういう経済圏とか出来上がらないと財政、新しい財政圏とかがやっぱり取れないと思うんですね。去年だって税収だけでものすごい金額が仮想通貨のトレードとかで入ってきてるんですけど、制度のせいで多分これすごい今年減ると思うんですよ。あの税金の制度とかもそうなんですけど、トレードするうまみとかもないのでみんなもうやる気なくなっちゃってトレードしないとか海外に出ちゃうみたいなパターンがあって、まあ、それは財政にも影響してるなっていう。じゃあ次も時間もあれなんで挟むだけです。僕は医療が専門なの でそういった意味ではやっぱりこう社会保障費が増えてるっていう話がありましたから、その、まあ、その歳入を増やすっていうよりは我々こう支出をいかに効率的に効果的に、で安宅さんおっしゃったように、まあ、高齢者にものすごい医療費が使われてて、まあ、そのあとまあ若い子 あのちょっとしたこうサポートはありますけども、でもやっぱり基本的にはなんかこの国のこのそれこそ30年で何が起こったのかというと社会保障費が増えて国債が増えたみたいな形に、でその医療の適正化をしないといけないということと、それからもう一つはその、まあ、今後多子時代に向けて高齢の方がバーッとこう医療を使うと、まあ、あのただ、医療従事者は増えないんです。だからそのニーズとそのなんですかね、あのヒューマンリソースのミスマッチがある。でこれは今日増やして明日作れるもんじゃない、でまあ、僕はあの自分はドクターなんですけど実家が薬局だったので、うん、でまあ、薬局とか薬剤師という社会資源をなんとかうまく使って、でもうすぐにでも解決できる方法をしたいと。で数から言うと今薬局はコンビニよりも多くて、で薬剤師さんというのはまあ開業医よりも多いの でそこは今お薬を渡すまでしか担当してませんから、お薬を渡した後もこうまで見るというふうにまあ形を変えることで、まあ、そのミスマッチをこう改善して、であのまあ医師を動かせば社会保障費上高くなりますから、まあ、そういうふうなところをやると。それとまあ ICT の形でいうと、まあ、昨今遠隔の診療とか
遠隔の服薬指導とか、まあ、これはもう理論的には可能になっていたり、もしくはウェアラブルとか非接触型のバイタルサインセンサーでいろんなデータを我々見ることができる。だからそうするとこれまさにポルトテックになるんですけど、はい、それは医師法上この対面を必ずしてくださいとか、もちろんそれはあの目的があって決まったことです。ただここが多分あのおっしゃったようなこうできるのになんかできないとか、そこをなんかこううまくする、まあ、その辺をうまく解決していくことがあのできればなんかその医療 の, その、まあ、歳出削減とは思いませんけども、その医療費の適正な支援に向けて今ある人間で何をするかというところが面白いことができるんじゃないかなと思って活動したんです。あのファクトの確認なんだけど、今のところで配布資料の1ページを見てほしいんですね。配布資料、もう一つはこっち側の資料もそうなんだけど、高齢化率を横軸に取ると、実は縦軸に GDP に占める社会保障の支出を取ると、実はね他の国って比べて低いんだよね。だからあの日本が特別、日本が特別あの恵まれてるわけでもなくって、だから高齢者も結構きついんだよね他の国と比べて、うん、で若者もきつい、高齢者もきついっていう状況 でそれはこっち側のデータで見ると長い歴史の中ずっとそうなんだよね。でこれから先そんなにGDP 比でこの国はあんまり増やしませんよっていうのがこの前の試算なんですね。だから先ほどおっしゃったように相当効率化をしなきゃいけない。そうですね、うん、相当効率化をしてニーズにマッチングした、先ほどの報告にあったようなニーズにマッチングした医療とか介護を提供していかなきゃいけないよねっていうのは今みんなで議論していているわけだから、だからここの部分をこう減らしてどうのこうってなかなか難しいんだけど、ニーズはこれから先まだ増えていきます。だけどそんなにもう財政的に増やせないっていうのが今のこの国の状況なのか。はい、そのあと5分、あと10分ありますので、あと10分、うん、どうぞ。僕も言っていいですか。これテクノロジーに関係すること、うん、何でもいいあ、テクノロジー関係ないこととしてまずやった方がいいと思う。とにかく所得税を劇的に上げて、消費税を劇的に上げて所得税をゼロに近づける。あと年金課税はもう即やるべき。あと医療負担率はもう豊かさで変えるのは当然、それはもう年取ろうが何であろうが、まあ、僕はもう5割負担してもいいです。別にで安楽死は絶対合法化した方がいいと思います。65歳以上で自分の意思があればあのもう絶対やった方がいいと。これはまああの参考心で言ったらもうみんなびっくりされたんだけど、でもやった方がいい、本当にやった方がいいと。あと年金を現金で配るのは絶対やめた方がいいですね。そうしないと全部ゆうちょに回っちゃうんで、半分ぐらいはクーポンにした方がよくて、でその人たちがマイナンバーカードでこうやって一緒にやって払うというやつにすれば、多分あの現金消費が出てこなくなるんで劇的にいいと。でテクノロジードリブン的なやつで3つ4つあるんですけど、1つは最低賃金は絶対劇的に上げた方がいいと思うんです。そうすると結局テクノロジーで特化ざるを得ない問題が山のように今は結局発給で雇えるやつが多すぎるんですよ。これを禁止することによって知恵を使います。これは絶対に、これ1個目で、2つ目はこれはあの僕は人工知能技術戦略会議でもあのロードマップに打ち込んだんだけど、病気だとか あらゆる不都合っていうのはもう半分以上は予測できるようになります。だからこれを劇的に加速する。でこれがうまくできると多分医療費が半減します。だからこれはものすごい金を突っ込む価値があって、200億でも300億でも突っ込んだら10兆円ぐらい医療費が削れる可能性があるんで、相当急ぐ必要がある。だからこれはあるべき進化なんで絶対的にやるべしと。で世界的にこれ横展開できるし、まあ、すごいいいんですよね。これ2つ目です。あと3つ目は、まあ、あのとにかくもう 年齢とか性別相当によるですね、就労の差別の禁止、要は年あの定年中のは非合法化するべきなんですよ。非合法化あくまで能力のみによるあのやつにすると、二十歳でもクビになるやつもいるけど90でもピンピンしてる人が出てくるようになるべきであって、でそれ無限に働けるようにしようとすると膨大なテクノロジーサポートがいる。さっきのお茶屋君の世界になるんですけど、これをどうやってやるかこそ真剣知恵を絞るべきなんですね。だからこれはさっきの医療問題の予測で劇的に下げるやつと同じぐらい重大な問題で、すぐやった方がいい。で4つ目にあの先ほどの医療従事者の話がありましたけど、医療ってやってるのは結局診断と治療、あとはケアをしてると思うんですよね。もうあと予防がありますけども、少なくとも診断と予防のところは相当機械化できます。
これも劇的。でも 7,8 割方できるはずなんで、これはものすごく急いで、あのもうスターウォーズ的なドクターに置き換えていくやつは測るべき。そこを使い倒すのが医者の仕事っていうのにしてあげることだと思って、ディスカッション残り時間10分です。 あともう1個だけ残り時間10分です。さっきのね、やっぱグリッド的なコスト重すぎるんですよ。今の道だとかですね、電気とかうんたらかんたらみたいな、あれをもう あらゆるテクノロジーを使ってガーッと下げていった方がいいと思います、はい。僕の配布した資料の最後のページ見てほしいんですけど、最後のページのところでこの最後の 下のところで1人当たりのてか生産性そのものは実はヨーロッパとアメリカとユーロ圏とヨーロッパと日本ってそんなに変わらないんですね、生産性の伸びは。ただ伸びはね、だけど賃金にいってないんで、だから先ほどの最低賃金をゴンと上げろという安い賃金で雇いすぎてるっていうのがある。ここの賃金を上げていくっていうのがこの国に顧客を作ることになっていくから、これものすごい成長戦略なんだよね、うん。だからこの図はやっぱり他のところはちゃんと伸びているんだけど賃金だけが増えていないっていう、雇用者のところだけが増えていないっていうのがやっぱ大きな特徴 で定年延長のところは村井さんたちがこの前まとめられた報告書の中にもそのことを触れてられるので、ちょっとコメントお願いします。コメント、いやいや、定年延長というか延長というかもね、まあ、できるだけ長い間働いてもらうための、まあ、制度作りっていうかをやらなきゃいけなくて、もうねすごい多分ね、皆さん今日いるメンバーってめちゃくちゃ頭いい人たちだから、一般の人がどういう感覚かって多分理解されてないと思うんですけど、例えばね、年金って65歳を基準点とすると60歳からもらい始めるのと70歳からもらい始めるのどっちが得だと思いますかって質問すると、地元のおじいちゃんおばあちゃんは60歳から決まってるだろって言うんですよ。事実そうなの。あ、そうなの。そうなの。いや、事実そうなのって、いや、ごめん。もらい始めてる人が60歳からとか多い。多いというの。多いの。なんでかっていうと知らないから。要するに平均余命でこうトントンになるように作ってあるんですけど、だからそういうね、当たり前の仕組みをまずね知らせるっていうこと自体がその長い間働いた方が得なんだっていうことにつながっていくっていうね。でそのね第一歩さえできてないっていうのが現状なんですよ。だからまさに定年の話にちょっと関わるんですけど、その今はなんか65歳で適当に、まあ適当にというか辞めて、まあ、辞めて、まあなんかとりあえずそこから年金もらうんだろうみたいになってるんですけど、いやいやと、その人の働く側の意識も、いや実は70とか75まで働いてその後めっちゃ年金もらった方が実は得なんすよっていうのをやっぱりねまず知らせるっていうことがね結構重要で、まあナッチ理論と我々最近言ってるんですけど、もう徹底的にやりましょう。それがうまく伝わってないのは、ね、なんか制度的な問題なのか、難しいのか、なんですか。だから今までの課題で僕がやっぱ今度ここで考えたのは、正確な情報が伝わってないっていうことなんですね。でね、私がね、今日のね、一番今日の私が感じる問題をね、一言で言うと、やっぱりね、あたかさんが参考審にいることなんですよ。やっぱりね、経産省の、参考審というのは経済産業省の諮問機関なんですよね。でもあたかさんがやっぱり財政とか財務省とか厚労省の審議会の委員でガシガシやってくれるような感じになってこないと呼ばれないですよ。呼ばれないですよね、内閣府内閣官房止まりなんです。そう、やっぱりこういう議論って今社会保障とか財政の議論の率直に言った本筋には乗ってきてないですよね。そうですね。この前年金局長についに到達しました、うん、年金局長はあれでしょ、木下さん、主計官は一通り話しました、ね、全員となんか、まあ、いろんな議論ありましたけど、私はやっぱりテックへの意識が少なすぎるっていうのが あれかなと。でだからテックを生かしたらこんなに歳入も歳出もうまいこといくんですっていう絵をなんか描ききらなきゃいけないと思うんですよね。明らかに先ほどの予防みたいなやつとかっていうのはもう技術が効くんですよ。効くことが分かってて超絶インパクトがあることは2つ3つあるんで、それは本気でやった方がいいと思います。というかそこちょっと質問させてもらいたいんだけど、効く聞くけど人はみんな長く生きて医療費を使って最後は死ぬんだよね。だから今までタバコのみんながやめたら医療費が減るかなっていうのを分析すると、タバコでは病気で亡くならないけれども長く生きたかりからいっぱい医療費がかかっちゃったよっていうこの方が結構分析としては多いんだよねっていうのがあって、
だから予測が効くっていうことと医療費が抑制できるっていうことはなかなかそれパラレルに動くもんですかね。それはまあどこまで早めにやるかじゃないですか。死ぬんで医療費ってなかなか予防でいろいろなことやっても効かないんだよね。あのディスカッション残り時間5分です。あ、じゃあ最後まとめなきゃいけなくなってきたぞ。まとめに入ってください。残り時間5分です。これについて話をすればいいわけだよね。これを出して北上地で語る必要があるのかどうかは分かってないじゃん。まあ全然充実してないです。結論からですね。もう全然ダメです。はい、プレゼンの中にもありましたよね、はい、あの額でしたけどね。もうそもそも借りてないです。ちょっと話もまだ質問したくないですか、うんうん、なんで消費税ってもっと上がんないんですか、うん、いや、まあ、素晴らしい。僕は後で報告してきますね、あそこで。いっぱいしてほしいです。所得税 5% でいいです、その代わり。今とりあえずちょっとここに はい、あるべき姿として皆さんのご意見ですって言ってくるからね。でも消費税は上げられないんです。そうなんですか。やっぱりこれはね、こういう場に来て皆さんがおっしゃることと政策フィールドで実現することっていうのはやっぱりねすごい差があって、やっぱり政策を実現するっていうのはやっぱり国民の皆さんにご理解いただかないとできないわけですよ。だから経済学者が理想の姿を描いて はいこうしましょうって言ったらできるかって言ったらやっぱできないんですよね。それはその大たるものが多分消費税で、僕の代わりに全部ここら辺のことそうなんだ。あれですけど、ちなみに 5% から 8% に増税した結果の政策の結果みたいな評価って今どんな感じなんですか。ちょっと自分そこら辺あんまり勉強できてないんですけど、それで結果が出てるんだったら別に 10% とかも割と説得しやすいのかなとか思ったんですけど、もちろんいろんな見方あると思うんですけど、一つの見方はやっぱり経済に対してはすごいマイナスのインパクトが大きかったよねっていうのはあると思うんですよね。でさらにやっぱり平成の30年間振り返って、その消費税が真水で上げられたのって5から8が初めてなんですよ。だからそもそも平成が消費税で平成元年に導入されてるんですけど、その時は社会保障の伸びに対応して消費税もずっと一緒に上げていきましょうっていう絵だったはずなのに、結果平成30年振り返ってみると全然上がんなかったねっていうのがこっちの世界にいる人たちの見方なんで、それなんで上がんなかったかっていうと、一言で言えば国民が理解してくれないから。だから付け加えておくと、実は GDP に占める社会保障以外の支出っていうのは各国変わんないんだよ。社会保障が大きいかどうかだけで大体大きな政府なのか小さな政府なんかが決まるんだよね。だからある時期からもう基本社会保障しか増えないんだよね。どの国もね、うん、でそれをどこまでやるかっていう、そして横軸に高齢化を取ると日本はかなり抑えてきてるっていう状況がある。だけどその財源はちょっと今取れていないかなっていうような話ですね。なんか医療で怖いのこうバーってこう重視させてどっかで政府したらなくなってしまうじゃないですか、うん、特にこの多子時代が過ぎ去った後っていうのはすごい準備したけど、なんかずっとやる人がいなくなる時代が来るから、うん、話のように在宅をしっかりとやっていきましょうという話に今どんどん進めているわけで、病院というものではもうそういう器を作るんじゃなくて在宅でやりましょうということだから、これから先ピーク人数としては65歳以上75歳以上がピークを迎えていっても対応できるような仕組みに今やろうとしてるわけですよね。切り替えようとしてて、やっぱ質も上がるんで、医療ニーズとのマッチングも高まるし、そういうものもやっていくんで、うん、やっぱりその在宅っていろんなその遠隔とかでそのテクノロジーがいるけども、その既存 の, その法的規制がやっぱり医療はもう大きいので、まあ、いろいろ今頑張ってるんだよね。地域包括ケアとかいうような形でもう入院とかじゃなくて地域包括ケアでやるといいましょうという、もう医療と介護を一体化してしっかりやっていきましょうという話だよね。そのいずれとそういうことを考えると早くやらないとないと思います。もう何でも早い方がいいです。何でも早い方がいいです。拙速を恐れるなんてやんないじゃん。今書いてくれてるから。今の見解をまとめますと、まあ、歳入を増やす方向としてデータを価値にするっていう方向のところで、若干その投資できる視点が欲しい、テックの可能性知りたいって言ってるけど、こちらは支えてほしいってなってて、ここの意思疎通というか、まあ、ギャップ伝わってないっていう
ている状態があります。だから情報が正しく伝わってないのはこことここでも言えていて、で歳出を減らすっていうところでもこの効率化が必要って実は普通だったっていうのも実は知られてないっていうことで、ここでやっぱり出てくるような話っていうのは普通じゃないんで低いんだよ。日本は。日本は低い。日本は低いの。そのライン上の下にいるんだ。なるほど、うん。そうそうそう。だから元。うんっていう状態の中でここをどう伝えるかっていうところの部分のその差を2あのこの2つが融合してちゃんと伝えていくっていうような施策っていうようなことをやっていかなきゃいけないっていうようなことを思いました。あの病気のところは予防したらいいか下がるかどうかの難しいところなんだよな。終了となりますというわけで、まだまだ話したくねえぞって思ってると思いますが、それぞれね、考えをまとめて発表できるように、お願いします。まあ、こんな感じに皆さんディスカッション、あ、俺の話聞かなくていいっす、まとめください、お願いします。じゃあ今からまとめが5分くらい、5分くらい、そうか、まとめ、3分発表だから、あれだよね、正確な情報がやっぱり先ほどの年金のところ、あの村井さんが話をしたら知らなかったぞと出てた。年金ってね、保険なんだよ。うん、だから年金なくて生きていける限り生きてて、そして働くことができなくなって、そうすると後からもらえばもらうほど高くなるんだよね、うん、だから60歳で受給するのを1とかになると大体70歳だったら2倍になる額が、うん、だからで65歳からだったら 1.4 倍ぐらいになるんだよね。それが2つで、1人の中ではそれがバランスが取れるように計算されてるから、なるべくあの働くことができるときには働いて、後からもらってそこで余裕のある生活をした方がいいっていうのが今あの政治の堀の方が今ね、あの進めているところがある。そういう仕組みにしてるのは長く働いてほしいから、うん、まあね、たまたまそうなってるから財政的に1人当たりに中立に作ろうと思ったらそうなったわけですね。うん、で実際そうなっていくと、これから先結構年金もやっぱり当てにしながらできるんだよね、生活のね、うん、なんかあの医療としてその働けるサポートができるんじゃないかなと思いますけどね。予防もそうだし治療もそうですし、まあ、そのがんの方も就労できるようなサポートもですし、うん、そういうのがあの生産効率が低かったら結局良くない。だからそこはだからテックで先ほど見てやるので、就業者1人の当たりの人数で見ていくと、だから僕がいろいろ流行らせた話で、波平さんっていくつだと思うっていう話があるんだね。波平さんって54歳なんだよ。で1946年にあの漫画が始まったんだけど、その頃はね55歳定年なんだよね、うん、でそれが今はだんだん伸びてきて、だからみんなで支えていく人が増えてるから、あのおみこし型からとかいうのはあんまり意味がないでも全く意味がないんだよ。なんかあのその情報ってでもそういう絵がこう政府というか、なんていうか、ネットでその政府系のところに載ってると、それが真実に思ってしまうのもあるじゃん。それを、ね、散々何年間も言い続けたらば、去年の厚生労働白書にその図が書いてあるわけで、あ、なるほど。ようやく去年厚生労働白書に出てきたっていう、そういう状況で現実なんだもん、これ。で実際そんなに負担が激的に増えるというのは少なくともない。むしろ変わらない。現実で僕たちどうかけても生活水準上がってるよ、僕たちが学生の頃よりは、うん、学生の頃はだいたい6人か10人ぐらいで支えてて、僕たちの頃はね、今も随分減ってるけど、どうかけても生活水準上がってるよ。なるほど。でこれから先はもうずっと同じぐらいの数字が続いて、でそこの生産性はテックがやってくれるという形で、技術に任すことができることは全部技術に任せて、節約、労働力を節約していきながら、うん、で先ほど渡辺さんがおっしゃったように、安い労働力で働かせすぎだよねっていうのがあるので、だから企業の報酬と企業と労働力が足し合わせたのを付加価値と考えて、それから原価償却を引くんだけどね、あ、ちょっと足すんだけど、でそれでそれを付加価値と考えると、それそのものはそんなに悪くないんだよ、この国は。ところが企業は個人の雇用者が受け取る額がずっと低いんだ、他の国と比べてね。だからこれがさっきのそれが図だよね、うん、どこ行ってる、企業が蓄えてるんで、企業が蓄えてるんですよ。どうやら
レバー上げられますか。この問題は我々みたいな経団連企業は関係ないですよ。こんなのこんな低いわけないんで、みんなこんな高いんですね。だから100万社ぐらいある中小企業1人とか3人の企業をどう上げるかなんです、この問題って。法律しかないんですよ本当に。もうね、経団連が何を言ったってもう彼らは全部上がっちゃってて、こんな低いやつ1人もいないんで、経団連企業には。この倍以上払ってます。実質価値でいろいろ取ってるんだね。実質価値で1人当たりで、実質価値で生産年齢人口あたりの実質価値で見ていくと、つまり人口が減ってるから総 GDP は減ってきたりしてるんだけど、1人当たりの実質価値で見ると実は日本ものすごくいいんだよね、高水準。だから頑張ってるってのは頑張ってるんだ。確かに、うん、だから怠け者の解決策でいいと思うよ、僕は。この発表はそんなに悪くないんだよ、この国は。だからちょっと頑張ればいいっていうぐらいの話だよね。なくてもいいってことだよね。そうそうそう、いっぱい悪かったらいっぱい頑張らなきゃいけないけど、そんなに悪くないんだからちょっと頑張ればいいよねっていうぐらいで僕はいいと思うけどね。じゃあ変えててください、怠け者の解決策でいこうということで。でもさっき生産効率が低い、他国と比べて低いみたいな話ありましたっけ。あれ測り方が違うんですか。あのね、分母に給料を乗せてるから、生産そうだから生産性っていうのが実は賃金が低かったら下がるんだよ。この国は報酬とかを下げていくと下がるんですよ。そこは僕のところに書いてあるけどね、付加価値で生産性を測るってなかなか難しいものがあるよね。給料が低かったらサービス産業の生産性が低いというのも、実は他の国で比べてサービス産業は価格は低いし給料も安いんだよね。そこが出てる。ほら、あたかさんだけが唯一立ち上がってるんで、もう少しあそこのティーテーブルはちょっと後に回してほしいそうなんで、D から行くのはやめます。ここだとね、よく見えないんですよ。メッセさんと片詰まってる感じがするんですけど。じゃあもう、いつでも準備 OK な。時間きっちり。いいね。いいね、じゃあ。じゃあ A テーブルからプレゼンお願いします。はい、じゃあ A テーブル。